ティアックレディオショー。はい、皆さんこんにちは、ティアックラジオクラブがお送りするティアックレディオショーの時間がやってまいりました。パーソナリティは私山本とアシスタントの飯沼でご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ飯沼さん、はい、ご紹介お願いいたします。はい、アシスタントの飯沼でございます。よろしくお願いいたします。それでは私から番組の概要をご説明します。ティアックレイディオショーは録音一筋50年のティアック株式会社が音にまつわるあれこれをお届けする番組です。本番組はポッドキャスト制作に特化したワークステーションタスカムミックスキャスト4で収録しております。はい、第1クール、はい、鉄道さんとの迫力に迫る、うん、ね、そうですね、これでちょっとやらせていただいてるんですけれども、はい、今日は3回目、3回目ですね、はい、ということで、今回の鉄道サウンドは鬼怒川温泉への旅、うん、社外編、社外編ですね、はい、うん、前回のね、はい、下りでこう社内編お届けいたしましたけど、はい、今回はその社外版ということなんですけども、今回実は前回ちょっと後半部分ありましたよね、はいはい、2両で引っ張ってるみたいな。覚えてますよ、ね、10連運転ですね。あ、そう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 なんです、はい、そうなんですよ。もう気になって気になってもう調べてきちゃいましたよ。あ、マジ、はい、あ、じゃあもう話が早いわ、ね、じゃあちょっと、はい、10連運転のことちょっと飯沼さん教えて。かしこまりました。はい、はい、10連運転ですけれども、蒸気機関車が引っ張って、後ろでディーゼル機関車が押すという、プッシュプル運転というのが一般的なんですが、一方10連運転は前に2両の機関車を連結して客車を牽引するという非常に珍しいケースだそうです。なるほど、はい、そこでですね、私東武鉄道さんのこともちょっと改めて調べてまいりました。いやいや、お世話になってますからね。はい、ですね、本社の所在地なんとですねスカイツリーにあるということで驚いちゃいましたよ。いやいや、はい、ほら驚きますよ。ですよね、はい、はい、それでですね、あとは関東の私鉄では最長の営業キロ数をお持ちということで、すごいですよね。いや、すごい。明治30年に創業されて以来日本の高度成長を支えてきた大手企業様ということでございます。そうだね、はい、こういった大きな基盤があるからこそ、SL 退治プロジェクトのような取り組みを、大成功させることができているということですね。そうだよね、はい、で SL 退治プロジェクトなんですけれども目的が、3つございます。なるほど、はい、1つ目が鉄道産業文化遺産の保存、うん、活用ですね。2つ目が日光鬼怒川エリアの活性化、そして、3つ目ですね、東北復興支援の一助ということですけれども、本当に素晴らしいですよね。ですね、はい、これも我々も見習わなくちゃいけないなという、そうですね、まあちょっと僕らは足元にも及ばないですけど、そうですね、だけど、今回もねこうやって縁があって、胎児の音録音させてもらってるんですけど、はい、こういったものをやっぱいい状態で、うん、いろんな方に聞いてもらえるっていうのも、僕らも僕らなりの、そうですね、なんかこう、もう音のことはもうちょっとうちに任せてよみたいな、任せくださいという感じですよね。っていうね、やっぱり録音一筋、そうですね、50年っていう風なね、ことで、今日は10連運転の録音、10連運転の録音、はい、だからあれですよ飯沼さん、はい、汽笛三昧っすよ今回。汽笛三昧ですか。はい、じゃあなんかいろんな音でいろんな鳴らし方とか聞けるって感じなんですかね。それもあるんですけど、はい、要は2両で引っ張ってるわけですから、はい、聞いてみましょうかそうですね、はい、実際に聞いてみましょう。はい、
ちょっとね、はい、まあ生々しい感じの走行音、はい、そうですね、まあ、まあこれもあるにはあるんですけれども、はい、まあ汽笛がこう2つ来るっていうことなんですよね。そうですね、はい、それぞれ違いましたね、個性があるというか、なんかこう、うん、1両目が鳴り鳴り、同じフレーズをまた2両目が繰り返すみたいな、はい、なんすかこれ、カエルの歌ですか。こう繰り返していくような感じ。そうですね、まあ、臨床っていうんでしょうかね。そうですね、臨床ですね、まさにこういうことがね、うん、起こりうるんですね。これ非常に珍しいケース、ね、いやいや、だからそうなんです よ、 そうですよ、ね、だからこんなことっていうのはまずないんじゃないかな、うん、あ、それとちょっと稲葉さん言い忘れてました、はい、今回も、はい、1回目と同じように、はい、車掌車両の前にレコーダーをこう取り付けております。あ、だからちょうど本当に SL、 あのそのレコーダーの前に2両の SL 機関車がこう走っているという、はい、ね、そうですね、だからあの最初ちっちゃい音で汽笛になったと思うんですけど、それだから先頭の先頭ですね。なるほど。で2両目がもう間近で鳴るみたいなね、うんうんうん、いいですね。もうじゃあ、まあちょっと別のやつ、別のやつ、ね、聞いてみます。はい、はい、今回ちょっと長めな感じの長めな感じですね、はい、なんかちょっとごめんなさい、そもそもこの汽笛ってなんで鳴らしてるんでしょうか。あ、これはね、はい、あのやっぱ合図なんですよ。はいはいはい、あのちょっと私もあのちゃんと把握してないんですけど、例えば、はい、あの橋を渡る前、うん、まあ、あるいはあの駅に到着するよとか、はい、踏切通るよみたいな、うんうんうん、なんかこの合図があって、ちょっと私は本当あの勉強不足なんですけれども、はい、あのこれ実はね、まあ、東武鉄道さんの方では鬼怒川温泉駅のところに、はい、電車台っていうのがあるんですけど、はいはい、あ、井上さん電車台知ってます？あ、電車台知ってますよ。ほうほう、はい、あの車両の方向を変えるための機械ですよね。そ う、 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 そうなんですよ。それがね、はい、まあ、下今市駅にもあるし、うんうん、鬼怒川温泉駅にもあるんですけれども、はい、この鬼怒川温泉駅ではですね、うん、この電車の時にまあ、言うとデモンストレーションをしてくれるんですよ、はいはいはい、でその時にですね、汽笛をこう鳴らした時はこういう合図です、この時はこうですっていうのをね、うんうん、やってくれるんですよ。おこれまただから、例えば下今市駅から鬼怒川温泉駅までこう体重乗っていただいて、はい、ですぐにこう温泉旅館へ行くんじゃなく、なるほど、ちょっとそのショータイムを、ショータイムを待ってみるというね、うんうん、そうするとまたあの何時からこのデモンストレーションやりますみたいなのを、はい、この教えてくれると思いますんで、まあ、それちょっとそれもあのやっぱり体重に乗って楽しんで、そこでまた汽笛の知識、うんうんうん、そうすると一気にね知識が深まるというか、というかもう次汽笛が鳴った時に、あ、今こういう状況なんだっていうのが分かって楽しいですよね、きっと。そうですね、そうですよね、多分本当鉄道好きのお子さんだったら、うん、そういうのを覚えちゃって、うん、電車ごっこの時とかに、なるほど、やっちゃうんじゃないですか。それはあるかもしれないですね。ですよね。だから、まあ、はい、例えばですけど、お母さんの近く通る時にポーみたいな、まあ、それをねお父さんが来てて、うんうんうん、なんだみたいな、はい、ちょっとやばいぞ、お母ちゃんが来たのかみたいな、まあ、そんなことも、ね、なるほど、あったりなかったり、あったりなかったり。じゃあ次ね、また3つ目、はい、これもね同じく汽笛なんですけれども、はい、またちょっとね、お楽しみいただきたいと思います。はい、
かあれでしょう、はい、きしむ感じなんかも入ってたりとかして。そうですね、ちょっと今の汽笛ちょっと元気なかった感じ。そうですね、うんうん、なんかねこの微妙にやっぱりその強弱の付け方とかで相手の伝達のね、はい、意味がね、なるほど、あるんだろうなっていうふうにちょっと思ってるんで。知りたいですね。もういやぜひぜひ、だからあのあれです、あの鬼怒川温泉の電車台 で、うん、電車台でもうずっといりゃいいんですよ。なるほど。温泉に疲れた気持ちもちょっと抑えつつ。いやいやいや、でもね足湯もあるんですよ鬼怒川温泉。だからまあそこで足湯に入っていただきつつ、うん、でショーの時はこうまた電車台に、ね、足を拭いて、近寄るみたいな。なるほど、はい、分かりました。では今日もね、うん、まあ、最後の最後鉄道サウンドになりますけど、はい、これまた汽笛の連発、うんうんうん、ランデブーで、いや楽しみです、ございます、はいはい、これもあれです、前回と同じく、はい、下今市駅から鬼怒川温泉駅まで、はい、いわゆる36分の音源になってますから、はい、ずっと通していただければ当然あれです、他の走行音も、うん、聞こえてくると、まあ要はシュシュポポもあるというね、はいはいはい、今日ちょっと本当にやっぱり10連運転ならではのことというと、この連発ですので、うんうん、まあ兄弟喧嘩というか兄弟仲良く力を合わせてみたいな、なるほど、うん、そういうところをねちょっとご紹介したかったので、はい、今日はちょっと汽笛の音にね、うん、フォーカスさせていただきました。はい、はい、なんか本当に客車になんか揺られてるような気がして、はい、面白かったです。はありがとうございます。はい、本日は厳選した4つの鉄道サウンドをお聞きいただきました。本編は下今市駅から鬼怒川温泉駅までのとても長い音源となっております。 TIAC ストアにてダウンロード販売を行っておりますので、ぜひご確認ください。またこちらは 48kHz 24bit のハイレゾリューション音源となっております。ぜひ高音質でお楽しみください。ということで、はい、ありがとうございます。はい、今回も残念ながらお時間となってしまいました。そうですね、はい、次回はどんな鉄道サウンドをご紹介いただけるのでしょうか。はい、はい、まあ、ここまで3回、はい、SL 体重の音、はい、ずっとご紹介してきたんですけれども、はい、今度はですね、はい、急行列車です。おー、急行列車、はい、うんうんうん、これもねまたちょっと意味がありまして、意味が、はい、現役引退間近の急行列車の歴史的な音を残すと、うん、まあ結構要所要所で、はい、なんか任務が降りてくるみたいなんですね。そうですね、確かにありがたいですね。ありがたいんですけど、はい、だから本当、まあ、そういう意味でね、うん、ちょっと今までとは違う電車の音ですね。電車の音、はい、はい、この辺ちょっとご紹介していきたいと。わかりました。思います。次回最終回ですか？はい、そうですね。ですよね。最終回なっちゃいましたね。なっちゃいましたね。はい。はい、まあでも次回もねちょっと張り切ってやっていきたいというふうに思いますんでね。はい。はい、ではそれでは次回の放送お楽しみに。ありがとうございました。